はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。ですね、今日はですね、僕結構こう、なんていうかな、好きで使ってるピークデザインっていうね、バッグの話をね、ちょっとしたいと思います。まあいろいろなカバン使ってるんですけど、まあ例えばこんなんとかね、これも結構頻繁に、僕使ってるんですけど、トラベル、トラベルバックパックだったかな、結構ね、容量がいっぱい入ったり、して、まあ、この中のね、組み合わせとかもいろいろできるような、バッグ、まあ、基本的にはカメラバッグなんですけどね、こういう風なのを使ってたりとかで、一番ね、僕が使ってる、多分日常で使ってるのが、こちら、こっちね、これ、なんていう名前やったかな、エブリデイバッグのスリングってやつだね。今新しいバージョンのね、カバンが、また出てると思うんですけど、これはまあ、初期モデルって言ったらいいかな、まあ、前のパターンのね、カバンになりますけど、まあ、日常使いではね、これを、多分使ってることが一番多い、と思うんですけど、実はね、このバッグがちょっとね、ファスナーのところが、壊れちゃったんです。まあ、ここの、ちょうどね、やっぱりこう開けたり閉めたりするここの部分なんですけど、それがね、こんな感じ、ちょっとこう写真出しますね、こんな感じで、壊れてしまいました。ファスナーのね、この、ジッパーじゃないな、この線路みたいにこう、ギザギザになってるですね、これが縫製が外れて取れちゃったんですね。でなんかね、おかしいなと思って、こうし、まあ、ちょうど角の部分だったんでね、なんていうか、おかしいのかなと思ってたら、よく見たらね、外れちゃった、外れちゃってたってね、いうことになってました。で、このバッグはね、確かヨドバシで買ったのかな、そうヨドバシで買ったんですよ。だから、本来であれば多分ね、日本メーカーの銀一さん、が、ピークデザインの日本の代理店のサポートセンターになってると思うんで、まあ、そちらの方にね、連絡をすれば多分一番良かったと思うんですけど、僕はね、まあ、他のカバンほとんどが、なんていうかな、直で、アメリカの方ですね、ホームページ、ウェブサイトの方から、買ってる、まあ、もしくはキックスターターでやってて、割引があったら、そっちの方から買ってるというね、そういうふうな買い方をしてる、兼ね合いもあって、結構問い合わせもね、その、なんていうかな、アメリカの方に直接ね、ウェブサイトを通じて、やるっていうことが多かったので、今までも。で、今回も、まあ、相談ということで、まあ、保証かな、ということでね、そちらの方をかけてみました。で、これね、対応が本当に素晴らしい。それで、まあ、一応製品番号とか、買った領収書とか、そういうのを、ちゃんと添付してね、データで送ったら、向こうのサポートセンターの人から、メールでね、返信があって、もうね、新しいカバンを送りますっていうね、ということで、本当にすごいですよね。多分状況によっていろんな、パターンがあると思うんですよ。まあ、部品で足りるとこだったら部品で送ってくるのかな、まあ、そういったこともあると思うんですけど、あ、ちなみにね、僕ね、どれだったかな、なんかこんなバッグのね、中の、あ、そう、これ、この紐みたいなのが外れて、どっか行っちゃったんですよ。そういう場合でも、それを写真で撮って相談したら、その紐だけをね、送ってくれました。無料でね、当然ね、送ってくれたんですよ。すごいでしょ。で、今回ね、まあ、それで、ちょっと最初間違って出しちゃった、まあ同じなんですけど、これ全くの新品、ね、こんなカバンにちゃんと入って、もう全くの新品でね、送られてきました。本当にすごいですね。で、さらにすごいのが、まあ、英文でね、英語で、まあ、書いてメールやり取りするわけですけど、まあ、僕ももうほとんど Google 翻訳ね、まあ、英語そんなできないですから、Google 翻訳使ってっていう感じの英文になっちゃうんですけど、
すごいのがこの潰れた分ね、カバンももし修理があなたでできるんだったら、まあ、修理をして、まあ、友人とかにこうあげてくださいということをね、メールで書いてくるんですよね。前もなんかそんなことがあったような、このでもカバン丸ごと交換なん交換っていうか送ってきてくれるっていうのは今回初めてだったんで、すごいねやっぱ感激したんですけど、ということです。だからもうあげてくれて、で一応ね修理はするにはしたんですよ。僕の手縫いなんですけどね、これ分からないかな、これちょっと暗さもあって ここなんですけどね、これすごい分かりにくいよね。まあ一応ちょっと外れないようにはなってると思うんですけど、やっぱりまあ締めたりなんかしてるとちょっとやっぱり違和感は正直、なんていうかね、引っかかりはやっぱりありますよね。やっぱり手縫いしてる感じで、まあ、こう締めた時にもちょっとやっぱり縫製っていうかね、出ちゃってますけど、でもまあ使えるね、使える範囲内だからすごいですよね。なんていうかその対応がね、いやもうこれ動画でね上げるだけの内容かって言われたらそんなこともないような気するんですけど、あまりにも素晴らしいなと思ってね。で僕いや今向こうにあるか、ちょっと通ってきます。はい、お待たせしました。実はね僕こんなやつもこのスリングのもう一個でかいバージョンね、こういうのも持ってるんですよ。ちょっと大きいやつね、これが、スリングの10リッターね、こっちが5リッターね。で実はこっちの部分はね、ヤフオクだったかな、そんなんで中古で買ったんですよこれね。でまあだから今回なんかこんなことがあってね、まあ、修理出したり、修理っていうかまあサポートをお願いしたりする機会があって思ったんですけど、やっぱりねこう中古、まあ、このメーカーに限っては永久サポートなんですよこれね。だからもうもし、まあ、高くてもやっぱり新品を正規で購入した方がやっぱりいいんだなと思いましたよね。でまあ多分サポートにどうなのかな、このヤフオクで買ったやつ、サポート依頼しても多分ね受けてくれないと思うんですよ。まあ領収書とかも当然いるんでね。だからなんていうかな、ピークデザインのバッグ買うんだったらまず永久保証、マジで永久保証なんで、なんていうかな、正規の、ね、値段でちゃんと買った方がいいと思いますね。ヤフオクとかでもね時々出たりして、まあすごく値段が安かったりしたらまあ、買ったらねいいと思うんですけど、全然ねなんていうかな、やっぱりこの永久保証っていうのがすごいですよね。あ、そうそう思い出した、僕これあ、今ここにパッと出てこないか、あ、これ前サポートお願いしたのはこれですわ。ピークデザインのキャプチャーってやつね。でこれもここの中が、なんかね取れちゃったんですよ。何だったかな、なんかが取れてね壊れちゃったんですよ。でこれはサポート、そうそうお願いしたら、またこれシリアル番号とかどっか書いてるんですけど、それ送ったらねこれも新品送ってくれました。そうこれもあったわ、だからこういう用品とか僕三脚とかも買ってますし、なんていうかな、やっぱり永久サポートで、しかも、マジでちゃんとやってくれるんでね、すごくいい。だからこのピークデザインのカバンって別にカメラバッグですけど、日常使いもできるし、デザインも、すごくおしゃれな感じでしょ。まあなんていうか色合いも僕黒が好きで黒ばっかり買ってますけど、別になんていうかベージュとかなんかグレーみたいな色とかもありますから、でなんていうかな、カジュアルな服装でも別にちょっとこうシックなっていうかまあフォーマルな感じの服着てても、まあ、別に持ち歩いてても変じゃない、まあ、色にもよるでしょうけど、変じゃないような感じだったりもするんで、使い勝手がいいバッグだとは思います。でもし現物が見たいということだったら、多分ねヨドバシカメラとか
そういったなんていうか大きな、ところじゃないと多分置いてないと思うんですけど、そういうとこだったら現物置いてると思います。まあ僕だったら最寄りのとこで言ったら、ヨドバシ梅田、とかは結構、行ったりしますけど、ヨドバシ梅田のところには何種類か、そこそこ種類、まあ全部の種類はないにしても、そこそこの種類が、カバン置いてます。手で持って触ろうと思うと、ヨドバシ梅田は確かね、ガラスのショーケースの中に入ってます。まあちょっと値段がするバッグなんで、そんな感じにはなってますけど、言ったら見せて、現物見せてくれるんでね、見て、もしよかったら買えばいいかなと思うんですけどね。はい、ということで、今日はもう手短にね、僕がこのピークデザインのサポートやっぱり素晴らしいと思ったんで、それを皆さんにねやっぱりお伝えしたい。で、買うんであればやはり正規品で買った方がいい、値段は高いけど、その方がいいということで、お伝えしたかった内容ということになります。しょぼいねちょっと内容がねでも僕本当にすごいと思ったんでね。はい、ということで、カバンね、僕もいろいろ持ってますけども、最近ピークデザインばかりになってますけどね、なんていうか、いろんなね、カバンね、ちょっとまたご紹介していけたらなと思います。僕はどっちかというとリュック的なものが多いんですけどね。はい、ということで、これからもよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。